芸能人87エキサイトシリーズが開幕であります。今夜後楽園ホールを皮切りに3月12日武道館まで全19試合が行われます。今シリーズの特徴はロードウォーリアーズあるいはテリー・ゴディといった超ヘビー級レスラーが来襲したことでありますが、さあそのテリー・ゴディのまずは入場であります。今シリーズは輪島との一騎打ちが決定しております。最終戦武道館大会、デンジャラスボーイと言われるだけに輪島にとりましても試練のシリーズになることでありましょう。さあどこからやってまいりますか。会場がざわめいた。先頭テリー・ゴディ、そしてマイク・ジョージであります。まさに雲をつくような大男、そんな表現がぴったりきます。テリー・ゴディ吠えている。テリー・ゴディが吠えております。そしていつものように独特のデモンストレーション、6メートル四方のロープが大きく揺れました。輪島にとっては手強い存在になりそうであります。テリー・ゴディの入場。さあそしてメロディーがガラッと変わりました。安のテーマであります。大いに賑わいます盛況の87エキサイトシリーズ開幕戦後楽園ホール。さあまずはアニマル浜口、そして安義明、赤いジャージに身を固めました。安浜口入場であります。プロ入り7年目にして安は今シリーズ NWA 王座初挑戦が決まりました。今の勢いなら NWA チャンピオンも夢ではありません。さあその安のこの勢いを示すような過激なテーマが鳴り響いておりますが、テリー・ゴディも早速安を威嚇しております。番組提供スポンサーより両チームに花束の贈呈でおります。次第に先にまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより日本テレビのイベントコンパニオンによりまして両チームに豪華な花束が贈られました。さあセミファイナル45分の一本勝負です。ワンパナー260のマイク・ジョージ。さあこれがマイク・ジョージであります。なかなかごつい体をしております。デンジャラスボーイ元王よ、オクラホマ地区の世界ヘビー級チャンピオンテリー・ゴディ。裏コーナー235ポンド、アニマル浜口。いつも元気いっぱいです、アニマル浜口。270ポンド、ヤクヨシヤキ。プロ入り7年目にして NWA 初挑戦のチャンスをつかみました。ヤツヨシヤキ燃えています。さあ馬場さん、この試合に先立ちましてね、このカードですけれども、八つ長州組と発表されましたけども、今夜変更になりました。これはどういうことなんですか。長州がね、熱出して、はい、やっぱりどうしても今日の試合には出場できないということなんですね。そうですか、残念でしたけども。なるほど、まあ、その分山田さん、この元気者の八つ浜口頑張ってもらいたいですよね。そうですね、はい、相手がとにかく元気者のテリー・ゴディ、超大型、はい、しかもあのマイク・ジョージもですね、はい、かつてのマイク・ジョージではなくて大変にあの体が大きくなって、そうですね、パワーアップしてるでしょうね、はい、50年に来日したことがありますこのマイク・ジョージ。フットボールとそしてウェイトリフティングで体を鍛えましたマイク・ジョージ、 NWA のチャンピオンに挑戦したこともありますこのマイク・ジョージであります。まあ、しかし山田さん、この長州力風ということですが、もうこの NWA 戦も控えてますしね。そうですね、本当早く良くなって元気な姿を見せてもらいたいと思いますね。はい、さあそのアニマル浜口、長州の参謀役として活躍しておりますが、さあ先陣を買ってれましたアニマル浜口であります。まあこの山田さん、全シリーズの最終戦1年防衛した、まあ、このベルトをですね、インタタック鶴竜に奪われた長州、そしてエプロンのやつなんですけども、まあそれぞれにとって心機一転のこのシリーズってことになりますよね。そうですね、はい、勝負の世界ですから、はい、これは勝ちっぱなしと、ベルトを持ちっぱなしというわけにはなかなかいかない。そうですね、相手はとにかく取ろうと、はい、いうことに必死の努力を続けてる、はい、まあ取られたらやはりその人たちは取り返すという方向へ動いていかなければ。そうですね、さあ今度はやっとテリー・ゴディの戦い模様になってまいりました。まあ馬場さん、この八つですけれども7年目にして得たこの NWA チャレンジのチャンス、ちょっと見ましょう。あーっとテリー・ゴディの強烈なタックルであります。まあこのチャンスを八つが馬場さんどう生かすかですよね。そうですね、まあね、もう日本ではね、はい、彼の成長ぶりはもう認められてますけども、はい、やっぱりこれがね、その対戦内容によってですね、はい、アメリカでもやつの名前は認められると思うんですよね、実力がね。そうですね、
山田さん、このシングルプレーヤーの安としてはどう評価されてますか。いや、シングルではね、はい、ですとまだよくわからないですね。あの長州とのタッグでは非常に良くなってきたということは言えるんですよ。はい、さあ今夜も今テリーゴディと相対してますが、このテリーゴディ、そして NWA 初挑戦のチャンピオンフレア、この辺とどう戦っていきますか。山田さんどうですか、その辺。とにかくね、はい、世界の中にはまだまだいろんなタイプの選手がいる、はい、今日なんかも非常にいい試練だと思うんですよ。この超大型の、はい、もう怪力パワーいっぱいのですね、テリーゴディをこれシングルと見立ててみればですね、今のところ完全に圧倒されてますね。そうですね、これをどういう展開で八つ選手が防いでいくか、はい、あるいは反撃するか、一つの大きなテーマですよね。そうですね、まあ、長州も鶴田も天竜もフレアをあと一歩のところまでこれまで追い込んでおります。よし俺もという気持ちがあるでしょう、この八つ吉明。さあテリーゴディの攻めをかいくぐって、さあ暴れ出身だぞ八つ吉明、この辺の攻防を見たい。山田さん、この八つ吉明はあのフレア戦できるなら俺のアーマレスのテクニックを存分に使ってみたいんだということを言ってるんですよね。まあそれはね、本人の作戦でしょうけれども、なかなかそう簡単にね、行く相手ではないですよ。ビッグフレアというのはね、本当にね、百戦錬磨の強者ですからね。そうですね。さあタッグになりますと生き生きとしてまいります、このヤツ、そしてアニマル浜口であります。テリーゴディにダブルのドロップキック。さあしかしテリーゴディダメージがまるでないかのようにショルダータックル、本当にタフです。テリーゴディ、ブレンバスターに行くのか、ブレンバスター。馬場さん、この輪島との一騎打ちがテリーゴディ相手ですね。そうですね、手の足ですね、この体力ですね、はい、プラススピードね、はい、若さ、もう本当に輪島も大変だと思いますよね。そうですよね、まあ、ですけどもね、こういう、はい、もう本当に超一流選手とね、はい、どんどん対戦していって、初めてもう一皮ね向けて、その、はい、輪島ひろしが出来上がると思うんですよね。そうですよね、まあ、今シリーズはフレアとの対戦は輪島ありませんですけども、このテリーゴディ、あるいはこのロードウォーリアーズ、焦ることはないですよね。一人一人山田さん敵を通していくと。そうですね、とにかくね、はい、あの輪島選手の今日もありましたけどね、左からのすくい投げなんてすごい力でしょ、はい、そうですね、タイミングもいいし、はい、あの技でねテリーゴディアというのを思い切って叩きつけたら、そうですね、ね、かなりダメージ与えることできるんじゃないですか、はい、そういう期待感がありますよ。そうですね、そのテリーゴディ今エプロンにおりますけれども、輪島の一騎打ち、日本、武道館の最終戦です。一体どういうこの試合になるんでしょうか、非常に楽しみであります、なおこのテリーゴディ今映りましたけれども、今夜の記者会見におきまして、俺はあのリック・マーテル、そしてトム・ジンクから輪島のことを全て聞いている、俺が相撲でなくそしてレスリングを教えると、このようにも言っております。あの最強タッグではカーンとコンビを組んで暴れましたテリーゴディであります。さあ今度はヤツが出てまいりました、マイク・ジョージを相手にします。さあヤツが躍動する、ドロップキック、村板に炸裂しております、ヤツ吉明。さあどうでしょうか、あとキッチンシンク、今の勢いなら山田さん、ひょっとするとひょっとするかもしれませんよ。まあだんだんね、調子上げてきましたね、そうですね。この放送席のジャイアント馬場さんに告げます、日本人 NWA チャンピオン2人目の誕生のシーンが見られるんでありましょうか。さあ試合は5分が経過してまいりました。あっとバックドロップ、馬場さん、正直この NWA 初挑戦の時の気持ちってのはどうでした。もう無我夢中でね、何を自分が技を仕掛けたかね、その、はい、全然忘れちゃいましてね。そういうもんですかね、ましてね、その会場がね、はい、シカゴだったんですよ。相手がバディロジャーでしたんでね、もう大人と子供みたいにね、手玉に扱われました。まあ、しかし回を重ねて、この報道時のジャイアント馬場さんの NWA の王座3回返り咲いたわけであります。しかし山田さん、初戦は大事ですからね。そうですね、頑張ってもらいたい、大事なチャンスですからね、はい、八吉明7年目にして得たチャンス、どう生かすんでありましょうか。さあ浜口とのダブルの攻撃、テリーゴディを捕まえています、アニマル浜口に渡します。元気者のアニマル浜口、正面からヘッドバット。さあそして今度はチョップだ、顔面かきむしりだ、もう特攻精神であります。さあやっと鎧ラリアット、ここで炸裂、アニマル浜口バンジーキュースカカウント2、ヤツが入りました。
さあ戦い模様はマイクローズと今度はアニマル浜口であります。こういうね5年みたいにねスピードのある選手にね、はい、スピードで向かっていったらねこういうふうにまともにラリアートを取ったらねやっぱ効果が大なんですよね。あ、なるほど。ですからのらりくらりの方が本当はいいんですがね、輪島の場合それを注意しなきゃいけませんね。それから山田さん、このテリーゴディはパワースピードだけじゃなくてあの大流血をハンセンとやってのけたラフプレーもありますからね。もちろんそうですよ、この人の場合はね、はい、とにかくこれだけの巨体でいながら、はい、スピードはあるテクニックも細かいものを持っている、なおかつラフに強いと、もうとにかく今ね、この人はもう一番ね乗りに乗ってる選手ですよ、うん、そうですね、まさに人間山脈重戦車、そういう表現がぴったりします。テリーゴディ、さあ試合はどちらが主導権を握っているのか、ちょっと今マイク・ジョージが捕まっております。八つアニマル浜口優勢か、さあ八つ吉はこの辺りで開幕戦スカッと決めたいところ、対フレア戦にも新しいスープレックスを完成したとこのように言っています。八つ吉明、さあどうでしょうか、耐えています。八つ吉明オフはひたすら走り込んでスタミナをつけることに専念しました八つ吉明。まあ、馬場さん、このフレアはのらりくらり来て非常に、長い試合になりそうだ、だからスタミナが大事だろう、だから僕は一生懸命この走り込みをしたんだと、この辺は作戦的にはいいんでしょうか。いいですね、はい、うん、やっぱりね、はい、挑戦する選手のね、はい、立場というものをよく心得てね、あ、やってると思いますよ、ね、なるほど、姿勢がいいですよね。そうですね。それから山田さん、あの札幌で見せた天竜のジャーマンのようなああいった思い切った攻撃ってのも必要なんでしょうね、うん、それはね、あの戦いの中で、はい、チャンスと思った時に出すべきであってね、まあ、あの最初からどうこうと決まったもんじゃないですから。フレアからでもそのチャンスを見出すことができるか、ペースをつかめますかね、うん、まあ、それはね、あのチャンピオンですからやってみないことにはね、はい、なんとも言えませんが ね、 そうですね、あのフレアはね、その非常に受け身がうまいんですよね。ですからね、大技をどんどん食ってもね、本当にその正しい受け身で取ってますからね、あんまり効果がないんですよね。そうそう、何が必要なんですか。ですからね、彼はね、はい、受けることは非常にうまいんですよ。ロープの上から例えば投げられたとしても、ちゃんと受け身を取るんですね。でこういうタイミングを外すということなんですよね。タイミングですか。受け身の取りにくい技を仕掛けるということなんですよね。そしてあの天竜のジャーマンもあれは奴は完全に受け身取れませんでした。そうですね、やっぱりその意外なものが出てこないと ね、 決まったものを、ま、決まった技をね、出してたんじゃやっぱり通じないと思うんですよね。山田さんが何回もお話しの通り、本当にこれはやってみないと、その場でその場で技が出るわけですから、そうです、ね、まさに分かんないということになります。ですから、はい、そういう場合にね、あの必要になってくるのは、まあ、経験である、はい、それと同時に、まあ、動物的というか本能的な、ね、勘ですよね。10分が経過してまいりました。さあ八津義明、本能的な勘で攻め込むか。あっと、この辺はローレンダーマイク・ジョージ、世界チャンピオンのプレイヤーが来日しまして、再来週放送の秋田八津、そして高崎ではタイガーがもうこの7番勝負の第3戦、3週後の放送郡山では鶴田が挑戦、そして最終武道館長州が NWA の王座に、挑戦を終えいたします。一体この NWA 王座を巡りまして、長州、八津、そして鶴田、この戦いはどうなっていくんでありましょうか。さあテリーゴディ、八津吉明、サソリ固めですか。狙ってますね。しかしまだまだ腰が落ちてません。そうですね、ちょっと腰が浮いているぞ、テリーゴディ、いやいやいや考えています、テリーゴディも考えています。さあ今度は八津の円錐切り、あのインタータックで学んだ円錐切り、そして今度はバックドラップ、140キロを投げたぞ、八津吉明であります。そして今度はアニマル浜口、いやいやいや、前回来日の時でもテリーゴディ考えました、それが止めを届けました、今度はフライングボディアタック、おっと一発で決まるのか、浜口危ない、カウント2、まあ、これ浜口のファイトもね大したもんですよね。そうですね、東証と言われますこの浜口の気に合うファイト。さあリングの中央に落としたぞ、さあなんだ、おっと捕まった、窮地を脱することができないアニマル浜口、今度は対角線、何かありそうだ、ネックブリカードラップ、ここで出してまいりました。さあそして男アニマル浜口の真骨頂発揮か、
ボディースラム、ボディースラム、そしてさっと走ってあーたスライディングエルバーこの自分の両軍っていうもの山田さんよく知ってますね。そうですね、非常にこういうね攻めの場面になるとスピードアップしますね、はい、そうですね。さあそして今度は安吉明につなぎました。さあこの辺は一気に攻めるところでありましょうか。ちょっと試合が膠着状態、あーっとまた攻守入れ替わります、攻守入れ替わります。しかし赤いコーナージャパン軍のコーナーが近いぞ。おっとしかし安切り返していった、パワースラム、これは決まるか。しかしテリーゴディがすぐそばにいる、あの140キロの巨体でもう盛んにカットプレーを行います。テリーゴディ、さあ今度は3人が場外に出まして、テリーゴディが安切りを捕まえた。おっとアニマル浜口戻って今度はマイクジョージを捕まえた。さあこれで決まるのか。おっとアニマル浜口も場外に追っていく。さあ今度は4人が場外戦、放送する前アニマル浜口、そして今テリーゴディは八津吉明を捕まえております。修羅場とかしてしまいました。後楽園ホールのリングサイド、リングサイドはもう完全に修羅場とかしてしまいました。ドンが乱打されます、ドンが乱打されます。両軍リングアウトという最低でありましょう。山田さん、ちょっとこういう結果に終わってしまいましたですけど、ちょっと残念ですね。そうですね、まあ、非常にね迫力のある試合が展開されてたんですが、はい、テリー・ゴディがですねちょっと外へ引っ張り出したという形ですね、はい、そうですね。しかしこの辺りはまさにデンジャースボーイ、技そしてパワースピード、そしてこの場外乱闘、いや馬場さん改めてサソリ固めも見せましたし、テリー・ゴディ怖いですね。そうですね、まあ、何度もやりますからね、さあシーンを追っていた場外戦、このテリー・ゴディとも繰り広げるんでありましょうか。は今さあそして MWA の王座を狙う八津吉明、テリー・ゴディと激しくやり合っております。しかし最低は両者リングアウト13分8秒すでに下っております。延々と場外戦が繰り広げられております。テリー・ゴディ、山田さん、一度火がついたら本当に止まんない男ですね。あ、まさにねデンジャラスボーイですからね、今やっとリングの中に入ってまいりましたテリー・ゴディであります。ますますパワーアップしたと、そういう印象を受けました。